とコーンズジムやね、はい、コーンズジムで稽古お世話になりました。お世話になりました。まあ気持ち入れるためにどうしても今回はシュートが行きたいということで、本当は一人で行くんだったんやけど、まあ、リュウちゃんもいたことないで、とりあえずリュウちゃんだけに声をかけて、ユダ君とかねシンとかにはまあ声かけたら全員の分散されるんで追い込めない、追い込めないんで、まあ、追い込めんことはないけどやっぱりスペースが狭くなるんで、うん、もう言うたら1人か2人、もう全然1人、先生に見てほしかった俺が、素直に、うん、まあ今回、かなり評価はもういけるんちゃうかとブログにも書いてくれてたんやけどね、まあこれ買ったら次と、うん、タイトル言ってもいいでしょう、行かしてくださいみたいなことを先生がね、書いてくれとったんで、まあ本当レベル的には、まあ、この先生が言うたら、まあ、まあほぼほぼ間違いないと思うんでね、このレベル的にもね、安心したね、確信したね、ナイス、落としとけ、落としとけ、待ってるから行かれんねん。